人育ちがいいです、はい、モテない理由、モテないっていうか勉強とかずっとやってきてもうそれどころじゃなかった子。あ、皆さんエキストラとメガホンください。これゼロリスさん、いいんですか負けてイベント、ちょっと1位いけないですか。皆さんのエキストラで30個ありますね、メガホン。ゼロリスター岡ブロックね、ブロックします。育ちがいいとこの親が俺を許してくれるかな。まあマネージャーだからね。うん、だからふわっちの個人事業主に就職したんだよ、超高学歴が。うん、で俺はどんどん大きくなるからどんどん、うん、これからも稼ぐしね、安定するんじゃない。メガホン100ありがとう。手つけたんだ、つけてないって。そんな手つけないよ。これから少ないけどどうぞ。ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。ここまあとりあえずマネージャーですね。今度は大切に幸せに。いやだからそういうのじゃないんで、まだ勘違いしないでください。しばらく一緒にいますよってこと。楽しそうじゃない？いやだって配信はちょっと楽しいとかじゃないし、今戦ってるんだから、マンスリー1位かかってるからね。いや本当だったらもうちょっとプライベートでお互いのことを知る時間を作ってもいいけど、配信もしないとね。あ、ありがとうね、メガホン。見せて、しつこいよ。見せないっつってるんだろ。ゼロイチいらっしゃい。うん、運命の出会いかもしれないって。この子アータンって誰？あ、ルイージのとこの女は自分で発掘するんでね、もう世に出てる子に行かない。ゼロリスさんなんで、ゼロリスさんです。花火ありが、あ、ハート花火ありがとう。付き合ってないからね、付き合いましただったらお幸せに、だけどもう付き合う？じゃあ慎重になってるんだよ。でちょっとあの悲しい話があって、ニコありがとう。なんか鼻毛が全身やけどしちゃいました。事情は分かんないけど、なんででもしばらく配信もやれないしっていう、マネージャーから連絡来た。まあ入院してるんじゃない。でマネージャーからまた連絡来る。病んでたからな。あ、午後25、ありがとうございます匿名さんありがとうねいや心配だよ、引っ越しじゃなかったのちょっとないけど、命は大丈夫。どれぐらいのやけどかちょっとわかんない。ちょっとお見舞い行かないとね。マネージャーが配信するんだ鼻毛は親友だからね俺の。そうなの？うん、親友だよ。いや自分で火つけたとかちょっと詳しいことわかんないです。それをいちいちマネージャーに電話してっていうのもやりたくないかな。 45% でやばい。 45% 以上体のやけどしたら死んじゃうんだっけ。まあ俺はちょっと理由心当たりあるんだけどね。メンヘラなんでね、心当たりはちょっとあるんですけど、何に多分ヘラってるか。俺がポケカ売ったことではないと思うけど、ちょっと言えないです。どうせ病むだろうなぁとは思ってた、うん、正直あのよく、え、そうなの、うん、メンタルが弱くてね
ばいやん、うん、そういうイメージじゃないでしょ。どっちかっつうとあの武闘派でさ、そういうことするタイプじゃない。ちょっとティッシュ取ってもらっていい？待つか、うん。誰か支えてくれる人、マネージャーがいるんじゃない？マネージャーが。女の子放置かわいそう。大丈夫？配信してていい？退屈すぎるって言ったって、ちょっと配信やらないと。くまさん、ありがとう。あ、ありがとうね、いらっしゃい。しばらくちょっとマネージャーと一緒にいます。マネージャーはゆまるの家にいるの？そうなの？鼻毛なんであの時今日から泊まるって、それ何情報なの？マスクで？いや、マスクつければまあ出れるけどね。だって特定するでしょ、それが嫌なんだよ。で、ワックつけたら荒らすでしょ、それが嫌なんだよ。覆面はマネージャーっていう扱いが、まあでもしばらく一緒にいる。そうじゃん。鼻毛くんはどういうこと教えてください。なんかヘラってなんか全身やけどしたんじゃない？どういうのかわかんないよ、自分で火つけたかわかんないけど。うん、配信やる？配信いつやる？やる予定ない？ない。やる予定ないって。一緒に配信しようよ。でちなみにこの音楽の趣味はうさちゃんです。うさちゃんクラシック好きなんで。もう違うでしょ。だから俺ちょっとクラシック聴くんでね、しばらく。優雅な女の子なんだよ。クラシックが好きなんだよ。で、小説、趣味は。もう完璧でしょ。コーヒー用意しろ。うん。で、何弾けるんだっけ？ビオラ弾けるんだって。ビオラ。ビオラ弾けるらしいよ。ビオラ。フルートとかレベルが違うよ。かっこいい？多分育ちもいいんだよ。ビオラっていうのはあのバイオリンの大きいやつ。ビオレじゃない、ビオラ。みんな知らないの？バイオリンのもっと大きいやつ。うん。だからまあ育ちで言ったらまあサータンレベルじゃない。サータンレベル。クルちゃんより可愛いよ。ちょっと横になろうかな。黒髪でね。動かないでよ、映っちゃうから。もう俺の理想、黒髪で真面目。ついに出会えた運命の人に。そんな気がする。あ、疲れた。気に持てるの？まあ持てるよね。腕枕しようか。これで元カノも前に進めるんじゃない？賢い子でよかったね。支えてくれるよ。大花火ありがとうね。動いちゃダメだよ。あ、ありがとうね。賢そうでしょ？でしゃばらないし。うさたんも一緒におしゃべりする？しゃべるぐらいできる？質問コーナーはいいよ。顔出ししないけど。うん。品がある？うん。何歳？またロリコンって言われるじゃん。いやー、ゼロワンのどこが好きだって？イケメンだって。イケメンらしいよ、うん、イケメンではないけどね。偽善しゃぶらないところ、素直なところだって。にわかだな。リスナー歴は？
にわかかもしれない。にわか？なんか割と最近？過去知ってる？俺のモラハラの YouTube とか見た？うん、見たんだって。臭い？こんな配信がしたいのっつうか、今日プライベートで遊んでて普段配信しないんだ。でもサボると言われるからさ、こういうのもしてほしいんでしょ。なんでゼロレス離れるの？離れるの？これメガホンください。メガホン、エキストラと何が料理できる？でこのまた敬語もいいんだよ。敬語座って。